にお世話になった神棚の清掃をただいまから行って正月飾りをしたいと思います。私が崇拝している商売繁盛の笠間稲荷神社のお札です。これは来年1月1日第2回の祈祷の時間に納めてまいります。そして新しいお札がここに来ます。社殿の中にはこのように天照大神、左側に笠間稲荷神社、地元の宇都宮二原山神社のお札を納めておりました。無事に来年を迎えることになると思います。新しいお札が来て初めて1年が始まると思います。神棚の棚の中には現在何もありません。今からきれいに清掃をしてお清めをしたいと思います。これは1年間の心を込めて埃を丁寧に落としている状況です。神棚の社殿の中はきれいに今取り除いています。1年間畑で心を込めて家内安全商売繁盛無事に終了できましたことを念じて心を込めて掃除をしております。目縄です。でこっちは玄関に飾るしめ縄で、神棚にしめ縄をきちっと取り付けている状況です。神棚の清掃すべて終了しました。新年を迎えるだけであります。以上です。